はい、皆様こんにちは。どうもステップン談義の内田館がやってまいりました。局長の大内です。 F 局員でございます。どうもよろしくお願いします。はい、ちょっと間を置きましてやってまいりましたステップン談義でございます。ね、こちらの方のお話をしていきたいと思いますが、パッとめくっていきましょうか。もうね、これは価格のお知らせ情報ですね。もういきなり直近のウォーキング単価です、ね、ウォーキング単価のお話でオープニングトークなしとオープニングトークなんか話すことありました？いや、ないですよ。もうどんどん行きますよ、はい、ね、ですね、はい、直近のウォーキング単価なんですけど、まあイーサ国がね、今日はまあ、6ドルぐらいまで落ちてたんです。ああ、そうですね、急に一時ね、もう8ドル突破するかどうかのもう戦いがあったんですけど、結局突破できずで、まあ6ドルに落ちてきた。そうですね、まあ、8ドル超えるとあのミント価格が上がっちゃいますからね。そうですね、あそこ攻めぎ合いやっぱりありましたね。ね、あの価格のね、はいはい。で、はい、まあ今、まあイーサ国だと1ヶ月歩くと 50GST1 日稼げる靴で歩くと、まあ124万円ぐらい月稼げますよ、ね。そうですね、はいはい、はい、うん。で、まあ B 国と S 国に至ってはもう 0.056 と57というこの僅差で、はい、これ差はないですよね。もう200円の戦いなんで、はいはいはい、はい、月額、もう完全にね、ステップの運営から見たら、E 国って何って感じ。あ、E 国じゃね。S 国って何？何？うん、で、B 国？え、そんなんあった？もうそんな感じですよね。S 国と B 国って何ですかそれみたいな。そんなことない。結構ね、10人残ってるんですけど、もう完全にめちゃめちゃいますよ。S B 何それみたいな。みんな今 E だよって、 E 熱いよみたいな。というふうに持ってきたいっていうかね、なったらいいなってことですよね。まあそんな感じですよね。あのね、はい、ツイッター界隈眺めててもね、はい、E 参入組はね、うん、もう今ウホウホしてます。あ、ウホウね、いい話がね、いろいろ出てますね、うん、あの、うん、昔のあの S 国 B 国のようなざわつきがありますよ、もうこんなに儲かったらまともに働いてられない系の発言ちらほら見えますから、でもそこまでね、はい、GST がぐわーっと上がってってるわけじゃないですけど、どうもなんかミステリーボックスでなんちゃららっていう話とか出てきますね。なんちゃららって何ですか？ミストベリーラックを上げてミステリーボックスから出てくるものであくまで収益を得るって、この GST を稼いでとかっていうんじゃなくてっていう、 あのね私思ったんですけど、E 国って、次のページ行ってもらって、次のページ、はい、まあ直近のウォーキング単価ってあんな感じなんですけど、でまあ E 国のまあ靴サル靴回収状況考察とかってずっとまああの E 国開国以来、まあこの動画の都度やってるじゃないですか。でまあ7月18日にまあ E 国開国して、その当時、だいたい7月の18、19、20、はい、7月の20日あたりに靴を買ってるとだいたい2イーサだったんですよね、当時ね。で、まあ、45万円で買えてるよっていう。で、それをまあ、コツコツ、靴のレベル上げて、回収 GST でやっていくと、もう半分来てるんです。ああ、そうか、もう。半分超えてるんですね。回収がね。ということは、今、靴の値段が、まあ、買い値で売れたら、もう、プラ24万とかいって。ああ、そのままうまく撤退すれば、プラス収支で終わる。あの、エナジーが切れるタイミングとかあるじゃないですか。8月18日、今そこピンクじゃないですか、下。ああ、はいはい、そうですね。そのタイミングでもう、もうエナジー切れるから、靴も一足買うとまたリスク高まるから、とか、そういう理由でも靴も撤収、売って撤収しちゃえば、あの、まあ、4、50万、3、40万稼げてラッキーだった。そういう税がまあこれから現れてくるはずなんですね。はい、それがまああの8ドルから6ドルに落ちてき始めたなんか、きっかけ理由になるのかな。どうなんでしょうね。なんか夜中にキュッと、あのい、はい、どうぞ。いや、夜中にキュッと下がってましたけどねって。はい。だから要は今からどんどんと回収できた税が出てきて、その回収できた税が引き続いてやるのか、それとももう回収して靴売って倍儲けて終わりにするのかっていうのって結構選択肢ある、ね。ありますね。当然ね。
あの引き続き歩いて稼ぐぞっていうのと、うん、まあ先ほど局長が言ったようにミステリーボックスで稼ぐぞっていうのもありなんですけど、うんうん、もう靴回収して靴売ったら倍儲かるんで、うん、この時点でこの時点でね、はいはい、この時点っていうかもうちょっとした時点で、うん、はい、まあ3ドルとか2ドル切り始めた時点でそういうのを考えてもいいかなっていう人は結構いる、うんうん、そういう形で、まあ、そういうところまで来たってところですね、うん、はい、うん、あともう回収まで10日とかで回収、そうですね、その辺ぐらいで終わりな、いや羨ましいです最初からやっとけばよかったかって話ですね。あの私ステップンでこう歩いてる時、うん、もう自分が猿靴だというぐらいの気分、うん、言ってますよ猿靴だったらね GST がわさわさもらえますからね。今もう S 国と B 国はもう、うん、完全にもう忘れられてなかったものになってお、でもそんなに S, あの S も G も B も GST 価格はなんかちょっと落ち着いたというか、あんま下がらなくなってきました。落ち着いてはいますよね、うんうん、あのね落ち着いてるからって言って、うん、納得するようなもんじゃないんです。じゃあもっとそういうことじゃないと、もっと、回収させろよ回収させろよ。いやだってせめて3分の1とか半分ぐらい回収させてくれてもいいんじゃないですか。あ、でもそうやったらいい、実はこのね、猿国でやってれば結構もう全部戻してたんじゃないですか。もう猿には金かけないですチャンス与えたぞと、運営的に。いやいや、まあまあチャンス与えてくれてたんですけどまあ言ってればよかったんだろうけど、はい、みたいな話になるんですけど、まあ結果的にね、やって振り返ればね、はい、まあね、これで今日ドーンとまあ GST かかって、多分 E 国も靴価格はぐっと下がったはずですから、またね今日明日とかでガンガンと下がってたら、ね、逃げ場もなく終わりってこともありますからね。いやいや、 このぐらいの下げだったら逃げ場たくさんありますよ。いや、ありますか、あの B 国はもう逃げ場すらなかったりと、うん、状況確認してる間に 2,3 日かかって、うん、あのどうしようかって戦略考えてる間に 2,3 日かかって、うん、あのもう気づいたらもう8割持っていかれてたみたいな、はいはい、なったって。ありますね、うん、はい。B 国ももう、あ、これダメだって言って初動パパパッと手締まいできた人って、まあ、うん、全体の2割ぐらいしかいないんですよ。うん、まあそうでしょうね、うん、だって状況が分かんないのと、うん、これから俺たちどうなるのってその、うん、B 中華足なくなるっていうことってどういうこと、うん、みたいな、うん、その未知の体験だったんで、はい、いきなりね、宇宙船でなんか我々は宇宙人だって言ってなんか現れて、うん、俺らこれからどうなんのみたいな、なんかもう要は真っ白なんですよ、うん、経験のない世界なんで、うん、それがまあ一回こうああいう経験があると、うん、あ、なんかこうざわつき感が出て、まあ、ネガティブなざわつきが出たら即撤収しろみたいな、うん、そういうこうまあルールができるんですけど、うん、まああの時はそういうの全くなしに、うん、なし崩し的にもういきなりこう飲まれた感じうん、ですね。あと、まあ、データちょっと持ってはないですけど、あの、B 国がバーって言ってた時のユーザー数と、多分今のね、猿国の入ってる人の数って全然違いますよね、きっと。ああ、うん、もう私も追いかけてないんで分かんないですね。うん、なんか、そう、かなりやっぱ人の数は少ないみたいなので。まあでしょうね。うん、あの、人の数が少ないから、ボラもでかいはずなんですよ。うん、ね。なので、その靴もバッと売るのともバッと出たと思ったら、もうすぐにすぐ終わっちゃって、またそこで止まってというのが繰り返されるかもしれないですね。なので、まあ、猿靴さんはね、これから、最初からやってた人は、はい、なかなかハッピーな生活を送ってるんじゃないですかっていう話ですね。はい、じゃあね、次はステップン関連の動画のコメントを拾っていきたいと思います。ですね、ステップン関連は2ついただいてましたね。イソニンさんですね。ステップ関連というかね。相変わらずありがとうございます。ありがとうございます。あの、ゲーム系のね、お話をいつも情報提供いただいてた、イソニンさんですけど、あの、メタボッツっていうのも、こういうのあるよって教えてくれてたんですけど、この、あ、はいはい、完全に消えました。ああ、ゲームが消えた。ゲームが消えてしまいました。ああ、と、いけるかな。それはもう運営が飛んだってことです。運営が飛びましたというか、まあ、なんかごたごたしてサイトが消えましたって形ですね。なので、ああ、自分もまあ見てはいたけど、なんか趣味じゃないなと思ってたので、手つけずに終わっただけだったんで、なんか人気もあったし、なんか動いてたし、大丈夫かなと思ってたんですけど、やっぱり消えるときは一瞬ですね。あとはね、あの、タウンスターではないけど、似たような農業系のマイリッチファームってやつが結構
安定して息が長いそうですよっていうのは情報いただきましたね。 ありがとうございます。はい、続いてのコメントはこの宮田さんのコメントですね。宮田さんもちょくちょくコメントいただけますよね。ありがとうございます。感謝感謝、ありがたいですね。あの、私が S 国に完全移住したよっていう動画のコメントですけど、バイナンス推しの私は B 国ですってね、B 国はアンコチャガーバランス型で全部全てのジェムつけて、まあ、バランス型でやっていらっしゃるんですね。ああ、なるほど ね。ラック、エフェ、全部 4色つけてる。そうですね。そしてミステリーボックス3とかで狙っていく、3にするとなんですかね、MB3 すると、あ、コンフォームジムがゲットできるから、この辺のねレベルのやつにしておくと靴をね修復に使えるから寿命伸びますよっていうお話ですね。はい、私もね、B 国推しなんです。あ、そうなんですね。あら、はい、やっぱりね、S 国ってね、なんかピンチとチャンスにトラフィックが詰まるんで、どうしてもストレスで、わずかな値段ですけど、まだ B 国がちょっとだけ上じゃん。まあ、わずか、まあね、ちょっと差が開くときもありますからね。はいはい。で、それってまあ、最終的に値段がまあ、ありえないですけど、上がり出したときにも、多分この差って出る。ああ、ね、ちょっと B 国の方が、ね、B はここまで上がるけど、S はここまでしか上がんないっていう差が出るんですよね。はいはいはい。今でこそもう縮んで差はないっていうけど、ほぼなくなってますね。開くときは多分そうなるっていう。まあ人数差が多分出てると思う。それもそうでしょうね。やっぱ B 国に入って、わーっとなった人たちが多いですからね。はい、その宮田さんに対して、ケンケンさん。ね、コメントありがとう。はい、HP ヒットね、ヘルスポイントの回復を自給自足で賄えるといいですねって、こちらのね、ミステリーボックスと開封費用が上げられた結構一方、中身も増えたようですね。ただ今の段階ではレベルごと中身について詳しく調べてられてないため、情報を待ちしている状態です。ミステリーボックス3も中身は増額されましたか、情報が分かり次第私も MP3 を狙いますと。私が見た限り、開封はちょっとだけ上がったのかな、なんか 1GST ぐらい上がったように感じました。で、中身はまあコインだけっていうのも減ったかなって感じはしてます。昨日とといて 2回連続で黄色ジェムがポンと、今日開けたら黄色ジェム 2個ポンと出たんで、ハズレじゃないなっていう感じでしたね。コメントもらったのは1週間ぐらい前でしたね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあコメントの話はこちらで終わり。ステップン会話に一言のコーナーで、てん、一言をつってますね。はい、なんかあるんですか。まあ、局長が一言っていうかね、ちょっとまた新しいこと考えようと思ってちょっとやり始めたっていう話。新しいこと。そうです、 S 国でより稼ごうということをね、いろいろ考えてみた。またそんな寝言みたいなこと言ってる。何をおっしゃってるんですか。ほんなら、いや、ほんなら諦めてるんだったら、もうポイッと捨ててはいい、ね、靴捨てりゃいいわけの話ですけど、今までにね、しっかり、これはより良いお話なんですね。より良いこともできるよっていう話ですね。ね、私ね、S 国って集中して、前回の動画で私はもう B 国と S 国、まだ乖離があった頃に、 B 国の値段がまだちょっと高かった頃に靴をね全部売りして、 S 国の資金にして S に集中して、はいはい、そしたらより、はい、ちょっと合計的には稼げるようになったっていうお話をしたわけです。はい、そこで、はい、歩けるようになってね、よくなったなと思った、私にまた新たな悩みが発生したわけです。悩みが出たんですよ。稼げるじゃない、稼げるようになったら、稼げるようになったら、悩みが出てきたんです。なるほど。つまらん。だって歩いてソルに変えてとかのルーチンワークになってきたわけですよ。でルーチンワークになるのが一番いいんじゃないですか。いいっていいんですけど、要はもう、あのソルがどうとか GFT がどうとかっていう、そういう、逆に言うとその考えに、そいつのつまらない考えに左右されずに歩くだけが楽しくなる、楽しくなるって言ってもなんかな、やっぱあの頃楽しかったなって、ミントで稼ぐの楽しかったなって、あの快感を知ってるっていうのと、歩くだけでも当然いいんですけど、なんかやることな少なくなってくるとちょっとつまらんなと、そこで私は思ったわけです。今でもミントは儲からないですかっていう話ですね。まあみんないろいろミントのね、コストとか計算してる人たちもいらっしゃるんですけど、まあ人に任せて自分で計算しないと、なんか本当は実はってこともあるから、じゃあちょっと計算してみようかと思ったんですね。まあ、ミント生活としては、こんな流れになるかなと思ったわけですね。まず、親靴を
揃えますと、買ってきますっつって追加で、でミントスクロール2枚とミント用の肥料ね、費用ね 360GST40GMT ってね揃えてミントするって、で靴は売っちゃうと、でミントスクロールもう1回2回目のミントをやってミント売ると、でもう矢口はもう、はいはい、まあ、鉄板のミントループ、ね、そうそうね、ミントループってやつね、はい、まあ、こんな形になるよと。これをまあその時ちょっと昨日の夜中の時の値段でやんやんやんやと計算してみたら、赤字でしたマイナス17、あ、市場価格で比べて売れたとしても赤字だった、うん、そうそうそう、そういうことですね。でマイナ17ドルっていうことは、うん、1回ミントあたり2000円ぐらい赤字、2回ミントしてですね、2回ミントして、ね、親靴まで処分して結局マイナスになっちゃうよって話です、ね、なるほど、うん、なるほど、ね、で普通に稼いで 360GMT をそのまま稼いで売ってたらまあ40ドルになってるわけですよ、まあ4000円、ね、プラス、はい、うん、儲からんやつミント戦だから、ミントはループはミントミントっていう人はまあいないなっていうお話だったわけです。まあもうまあまあそうです ね,、うん、ね、はい、ね、だから誰もざわついてないざわ、ね、ついてないですね。ただそこでふと思ったんです、これ GST っていうのはあの0円でもらえるものじゃないですか、歩いてりゃ、はいね、でそうそう、だけどさっきの計算みたいでやってみると、ここでもともと GST は何円だって計算するからだって、うん、そうそうそう、ここに入ってくるから、いやもらえるものを計算に入れちゃあかんやろと、要はそこはもうタダだと、うん、ただです、歩いたらもらえるもんなんですよ、コストゼロなんです。コストゼロだって考えるとどうなんだってなると、ちゃんとプラスに転じてくるわけです ね22ドルプラスってねなってくる、2500円ぐらいぐらいに、ね、なってくるかなって形ね。なのでメリット、ちょっとごめんなさい。はいはいはい、1ミント、2足ミントで、そうそうそう、2足ミントです。そうそうそう。ちゃんとゼロミントの靴買ってきて、2回ミントして、親靴処分するまで含めてですね。ね、で、360GST が2回ぐらいいるんですか？そうです、そうです。でそれは、3日ぐらい歩けば稼げるんですか？まあ私なんかは2日で稼げ、ね、余裕で稼げてしまうっていう形ですから、もう S国集中してるんで、もう毎日 300近く貯められますからね。というわけで、そのミント生活してみるっていうのはいいなと思って、ちょっとやってみようと思ったんですね。このメリットとしては、もう GST 価格なんてどうでもよくなってくるんですよ。要は靴の値段だけってこと。そうそうそう、靴の値段だけ、はい、GST がうわ下がった、 GST が下がっていくわ、どこに運営どうにかしろ、 GST 上げろとかっていう、なるほど、そんなデモ活動に参加しなくてよくなる、もうどうでもいいと、なるほどあ知らんってだってただのコインだもんみたいな感じですね。そしてあのダブルミントとか、あの靴開けたらアンコモンっていうのが出てくるとか、はいはい、要はガチャ要素があって、はい、楽しいガチャ要素が返ってくるわけです。なるほどなるほど。ただ歩いてもうね、ただただ S 値ね、まあ、昨日と比べてなんか GST 価格下がったからなんかうにゅうにゅうとかっていうんじゃなくて、毎日楽しみが待ってくるってね。なるほど。で靴の買い値と悪くないですね。ね、それで靴の買い値売り値っていうのも、うん、まあ計算上はあのフロア価格っていうか安いやつで、まあまあ考えましたけど、要は一番先頭に出すか、うん、あこのぐらいの値段で売れるかっていうのは指し値して、うん、まあ、5日間放置みたいに、まあ、なるか、そう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 、そう、ね、そう、必ず今日絶対売らなきゃいけないってもんじゃないので、そういうのを工夫するとここの金額っていうのがグイグイグイと変わってくるわけですよね。もうちょっと、ま、マシになる、まあ、マシになってくるって、はい、そうそうそう、そんで、まあ、逆に言うと、うん、マシにならないかもしれないですよ。まあ逆にそうか、はい、そうそうそう、その辺はデメリットはあります。あ、ちなみにこれここで靴売ってるんですけど、靴これあのシューボックスのまんま売ってる価格で勝手に計算してます。シューボックスのまんまでも売れるんです。売れます。私シューボックスで売ったことないんです。ない、ちょっとだけ高いんですよ。ちょっとだけね、それは知ってるんですけど、うん、売れるのかどうかって、要は、うん、売ってるのは知ってるんですけど、うん、あの店で誰か何か買ったことあんのかみたいな店ってあるじゃないですか、うん、ありますあります。ここなんか飯食わしてくれるみたいなんですけど、誰か食ったことあんのここでっていう、うん、これは仮説なんですか、ね、仮説で実際あの揃えるところまでやってきました
次1回目のミントしようかなっていうところなんです。わかります。そうそう、実際ね、あの靴の売る難しさっていうのは結構あるんで、まあありますよね。うん、あります。なんかね、まあ一番先頭に出せば一番楽ですけどね。楽ですけど、それだと安くもなっちゃうし、要はフロア価格っていうかね、市場自体を引き下げちゃうから、あんまりどうかなっていうのもありますからね。まあ、でも結局ゴミ靴だとそうせざるを得ない。そう、それだったらあのシューボックスのまんま売ってしまった方が、まだいいかもしれないってことになってくるわけですね。まあ、買う人がいれば、買えればいればってことですね。しかもね、そのボックス開けないとアンコモンかっていうこのガチャがなくなっちゃうんで、そこはね、はい、ちょっと悲しいところありますから。まあ、デメリットとしては、あの GST そのまま売ってた方が短期的に明らかに儲かってますってね。なる、うん、これこの計算で22ドルとか言ってたけど、実際普通に売ったら40ドルぐらいになるわけですからね、はい、あと基本的に靴の下げ相場下がっていくから、親靴買った時に買って親靴売る時っていうのは、要はミントしてる間にさらに 10% か 15% 下がっちゃうってことですね。うん、そうですね。あとね、GST がね、毎日ね、30、40しか稼げないってなると、そう、ミントするまでにどうしても時間かかっちゃうので、そうすると、靴相場の下げにどうしても影響が強くなってくるんで、まあちょっとねって。まあここら辺が結構自分は今、エスコックに集中してるおかげで、これがたっぷりなってるので、この恩恵が得られるっていう話ですね。なるほど。というわけでね、また一つの作戦と。まあ、ただね、私これの発想に至ったのは何でかっていうと、最近、靴価格っていうのがもう、なんか上がって下がって上がってとか、なんか下げ続けるっていう形じゃなくなってきてるっていうのがここ、ね、それね、うん、それね、靴価格ってね、うん、私ドルにしたり、うん、円にしたりしない方がいいと。ああ、あのソルとか、ソルならソル、うん、BNB なら BNB で見た方がいいと。なるほどね。うん、まあ、ここのサイトで見れたやつはドルベースで出てたんで、だって仮想通貨そのものの値動きで全然 20%、うん、30% バンバン上下するので、うん、あそこが大きくはね、うん、変わってきますからね。それだったらもうバイナンスで普通にソル買ってる方がまあそうかもしれないですね。うん、うん、まあね、そ、まあそれはそれとして、何しろ靴価格っていうのが、まあソルベースで見てもですけど、そんなに大きく、ね、右肩下がりのままずっと続いてるっていう空気がなくなってきたので、まあそれ、こういう作戦もありかなっていうふうに思いついたっていう話でした。ね。はい。職長の一言、はい、ありがとうございます、はい。はい。ありがとうございました。さあ、次のスライド行くと、次回予告のお知らせでございます。ですね、うん、1週間ぐらい前から、はい、中長期株を5000万円集める企画の、うん、資金管理編と仕掛け編を、うん、まあ動画上げてるんですけど、うん、はい、上げてます。まあ、手島編がね、はい、まああと数日中に上がるかなというところで、うん、まあ次回予告させていただいて、はい、はい、まあステップン界隈の人たちにはまあ、うん、日本株の中長期株の話あんまりどうでもいいあると思う。まあちょっとね、時間軸長いですからね。はい、うん、株もやっぱり楽しいんで、まあうちのまあYouTube のチャンネルのコンテンツとして、まあ、株と仮想通貨と、うん、まあいろいろ金とか、うん、まあいろいろ扱おうと思ってるんで、はい、まあよかったらまあ見ていただけると、ね、はい、いいかな、ね、やっぱりね、ステップンの動画は再生数あるんですけど、うん、あの株のね、うん、あの再生数少ないんですよ。やっぱね、やっぱ、うん、その辺の魅力をね伝えていけたらいいんですけどね。いやいや、うん、魅力ないから再生数少ない。だって魅力ご視聴いただければ幸いでございます。はい、はいはい、といったところで今日の、まあ、おしまいってね。また次の動画でお会いしましょう。はい、ではさよなら、さよなら、さよなら。はい、どうもでーす。